ザラプチャーはアメリカ合衆国ニューヨーク出身のダンスパンクバンド。1998年に結成、2014年に一旦解散したが、2019年に活動を再開した。ダンスパンク、ポストパンク、アシッドハウス、ディスコ、エレクトロニカ、ロックなど様々なジャンルから影響を受けた音楽性が特徴で、バンドサウンドでありながらもスリリングかつタイトな。 ダンスビート系の楽曲を演奏する。2000年代初頭のポストパンクリバイバルを牽引したダンスパンクムーブメントの中心的なバンドとして知られている。1999年1月にミニアルバムミラーをリリース。その後、2001年にはサブポップと契約し EP アウトオブザレーセズとオントゥザトラックスをリリース。2002年にはフェレコーズより 代表曲、ハウス・オブ・ジェラス・ラバーズをリリース、前衛シングルチャートで27位を記録し、批評家から絶賛を浴びる。2003年、デビューアルバム、エッコーズをリリース。2006年に2作目のスタジオアルバム、ピーシズ・オブ・ザ・ピープル・ウィ・ラブを、ユニバーサル、レコードとバーティゴレコードからリリース。2008年にギターボーカルのルーク・ジェナーが8ヶ月ほどバンドを、離脱した後、 ベースボーカルのマット・セーファーが2009年に脱退。ディエフェレコーズと再契約し、2011年に3作目のアルバム、インザ・グレース・オブ・イ・ワ・ラブをリリース。2014年、公式な声明は出されていなかったが、ザ・ラプチャーが解散していたことが明らかになる。バンドは、その後、2019年にセーファーを除くメンバーで再結成した。 ライブで歌うボーカルのルーク・ジェナー1998年、ルーク・ジェナー、ビトロッコ・フォルテ、クリストファー・レリアによって結成された。1999年、デビューミニアルバム、ミラーをリリース。その後メンバーチェンジを経て、ニューヨークに拠点を移し、同年10月ワシントン DC のライブで出会った、マット・セーファーが加入した。その後、 プロデューサーチームのディエフェと出会い、やがて彼らのスタジオでレコーディングを開始する。2001年、フェプロデュースによる EP をサブポップからリリース、それに参加したガブリエル・アンドルッツが7月に正式加入した。2002年、フェレコーズからリリースしたシングル、ハウス・オブ・ジェラス・ラバーズが英 v e で反響を呼び、バーティゴレーベルとワールドワイド契約を結ぶ。バンドは、 ディエフェとアルバム制作を行い、2003年デビューアルバム、エッコーズをリリースした。アルバムは、高い評価を受け、ダンスパンクムーブメントの引付け役、ポストパンクリバイバルを牽引する存在として、決定的な評価を受けた。後に、音楽メディアが発表した2000年代のベストリストでは、アルバムとシングル、ハウス・オブ・ジェラス・ラバーズが、のきなみだか評価されており、 多くのメディアに名盤の一つとして選ばれた。その後バンドはメジャーの道を歩むことになり、前作エコーズの成功に携わってきた DF レコーズを離れ、ユニバーサルミュージックグループと契約を結ぶ。しかし、エコーズの制作に携わった者の,の中には、ユニバーサルへの移籍を歓迎しない声も上がっていた。2006年、セカンドアルバム。 Pieces of the People We Love をリリースするが、売り上げは伸びず、音楽メディアの評価は得たものの前作、エッコーズほどの評判には至らなかった。ライブで演奏するルーク・ジェナー2009年、ベーシストのマット・セーファーが脱退したことが、バンドのブログを通じて発表された。同時に、スタジオで作曲作業を行っていることを明らかにし、翌年、 フィリッペ・ジドルをプロデューサーに迎えアルバム制作を開始する。2011年、右与曲折を経て、彼らはフルスディエフェレコーズへ戻り、実に5年ぶりとなる、サードアルバム、インザグレースオブ・イワ・ラブをリリースした。アルバムからの先行シングル、How, Deep Is Your Love は、多くの音楽メディアで年間ベストトラックの一つに、選ばれるなど高い評価を受けた。 2014年3月、ディエフェレ・コーズのマネージャーであるジョナサン・ガルキンがバンドは、すでに解散したと明かした。2019年2月、ルーク・ジェナーは Facebook を通じてザ・ラプチャーが、再結成することを発表した。復帰公演は4月30日に、ウィリアムズバーグのミュージックホールで行われ、その後5月4日には、ロングビーチで開催された。 ジャストライクヘブンフェスティバルに出演した。長年のメンバーだったマットセーファーはツイッターでの質問に答え、再結成に参加しないことが確認された。ありがとうございます。